春彦に聞いても分からなかった。ツインテールなんかたくさんいるし、そう簡単には見つかんねえか。あの香坂先輩、これ読んでください。速攻で見つかったで、これ手紙。そうだ、昨日の話で聞きたいことが。っていない。何なんだ、霧島琴音。どうせまた果たし状とか。先輩のこといつも見ていました。先輩のことが好きです。もしよかったら付き合ってください。本物。これは間違いよ。あんたなんかガッキャ。送られて振られた。何これ。これ以上琴音ちゃんに近づかないで。ん、とぼけないで。ラブレターもらったでしょ。はあ、お前がよこしたんだろ。それにこれ。丸月バツ日、運命の人を見つけた。丸月バツ日、あの人の服っぷりがたまらない最高。丸月バツ日、玉井と血液型と誕生日ゲット。香坂絶対好き好き好き。スジェイハージュ LSK 藤子。丸月バツ日、香坂先輩と初めて出会つの間。丸月バツ日、香坂先輩の合意にこれ以上はかけない。でで電波系バイシャってんじゃない。だから何言ってんだお前。好きだろ。もう一度言うわよ、琴音ちゃんに近づかないで。だからお前と付き合ってなんかいねえって。はあ、何言ってんの。霧島琴音がもう一人。大丈夫ですか香坂先輩。ひどいじゃない、あかりちゃん。琴音ちゃん、これは。好きになった人がいつも不自然に離れていくから変だと思ってた。今までもこんなことしてたのね。こっちが手紙をくれた電波系。私は琴音ちゃんのことを思って。こっちが霊感女。そうか、双子か。していいことと悪いことがあるでしょ。おい、あれって言っちゃうの嫌だったのも。ご主人。姉を取られまいと必死だったわけか。つうか俺ってただの被害者じゃん。もう知らない。おいおっと待てって。旦那にもその娘にも災いが降りかかるんですぜ。絶対死ぬ。ぐちゃっつったもん。あかりちゃん大丈夫。しばらく封印いたします。あんたを攻撃対象から外すわ。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。いや、もういいから。あと姉はいい子だ。コートの本当を忘れてんじゃないわよ。一体こんなやつのどこがいいのよ。それは私、副応対室の方が大好きなんです。姉もヤバい子でした。妄想日記は封印しますが、ストーキングは継続させてもらってもよろしいでしょうか。なわけねえわ。純平兄さん、お客さんだよ。お客さん。あ、なのこ。みぞ。こんにちは、香坂先輩。あからさまに嫌そうな顔ね。あら、奥さんご覧になりました。あんなに可愛い子が二人も。隅に置けませんわね。今夜は赤飯にしましょうか。あははははは。責任分。あ、何すんのよこの変態。なんだ、なんでお前がここに。試験前の気分転換よ。っていうか、なんで香坂先輩がストーカー。ま、お前。そうならそうと言ってくだされば、好きなだけストーキングしてください。しねえよ。ただいま。あ、おかえりなさい純平兄ちゃん。おかえり。おかえり旦那。おかえり。
おかえりなさい。遅かったわね、あなた。おか、エリ。って、誰があなただ!っていうか、なんでお前らがうちに?おまけにアレルゲンだらけだし!汚いな。知らない猫。やだね、この子は。わざわざ遊びに来てくれたのに、照れちゃって。照れてね!あ、琴音ちゃん、お茶のおかわりは?あ、いただきます。あかりさん、ケーキもう一つどうです?ありがとう、すずちゃん。うわぁ、馴染んでる。遠慮しなくていいのよ。自分の家だと思っていいからね。はーい、お母様。まあ、娘が増えたみたいで嬉しいわ。本当に増えるかもしれませんよ。だって、先輩とは将来の約束だ。そうだったの?そうだったの?あ、ちょっと待て!はたしもお姉ちゃんが欲しかったの。私も妹が欲しくて。私がいるでしょうが。ちょっと来いお前ら。手を腕に。順平。ちょっと何話しなさいよ。いいから来い。何よその態度。せっかく困ってる猫連れてきてあげたのに。話してってば。いえ、ずっと話さなくてもいいです。順平くん、結構強引なのね。そうよね、男の子は行くときは行かなくっちゃ。ファイト一発。一発だなんてだよね、あの人。なんかあいつ、いつもと。先輩、はい、あーん。今日のおかずは、コブの煮しめ、古代プトレマイオス王朝風です。そう。絵付けしちゃダメよ、琴音ちゃん。どうしたんだ、その顔の絆創膏。あ、ほっといてよ。ん?ね、何のよ。ああ、いや、実は折り入って頼み事が。まずはお前を一口だなんて。ダメよ、絶対ダメ。言ってないよね。もちろんオッケーですわ。ハレンチな。じゃなくて。大丈夫か、怪我は。ちょ、いつまで触って。ボキーボキー。しまった。俺が。すいません、もうちょい離れて。重たいな。今日の琴音は古代アレキサンドリア風です。どうぞ召し上がれ。はい、ちょっと良いではないか。良くない。もう。心は痛み分けね。お、大丈夫か。触んないで。いや、でもマジでこの世にあったのか、大魔術。あの先輩、どうかこのことは。割とすげえんだなお前ら。でも怪我がなくてよかった。うん、普通は気味悪がるのに変なやつ。ほれ、燃料補給。食べ過ぎてデブんなよ。こんな助けで
また行こう、琴音ちゃん。こんなデリカシーない男ほっといて。ごきげんよう。なんだよ急にあいつ。Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down. You already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta